大砂尾3月13日午前2時第一審3月4日背景党とうとうはますます混乱して犯罪学のタイトにはますますご多忙のことだろう」 僕は飛騨の高山で正月を迎え金沢福井と流れ永平寺をうかがうや廊下の寒さに震え上がって和尚の紹介状を手に入れたのを幸いとこの T 村の室立に腰を据えてしまった大駅からさらにバスで1時間も揺られる壁地ながらそこはそれここは名手玉行の醸造元なのだ しかも十号の肖像画と十五号の風景画の注文まで撮ったといえばあっぱれな手柄話だが材料の値上がりから逆算したらお話にならぬ収入だしさらに嘆くなかれその肖像たるや室田氏の亡き母親の変色した写真をモデルに職人技術の安売りなのさ止まれ酒が物を言う自説柄こうした地方休暇の生活ぶりは 自質なががらにゆとりがある全くの話が気の弱い品性まで遠慮なく水を割らない地酒にとろりとした時などよくぞ旅絵師家業を思い立ったものとはるかにコートをあわれむ次第だこの家がまた増上書の奥に別に土塀と門までついた破風作りの強風に弁柄でも塗ったものか柱の色など100年近い時代の錆色が落ち着ききっていて 天井の梁一つ見ても安心できる。僕に与えられた座敷も床の間付きの十二条。それも京間に近い寸法だから、柔らかいヤグを重ねて枕屏風にタバコ本まで置かれてみると、のどかな中に目に見えぬ廃線の孤独がひしひしと、襖に貼られた霊所を眺める。朝は後時過ぎから井戸のポンプが聞こえだし、家の人たちも6時に起きるのを、 僕は芸術家という軽減された肩書きに隠れてでも7時には床を離れて庭に出る庭の北側はすぐ丘に続いてそれから南にかけて次第に遠ざかっていく山々のその奥深くまで室岳の山林なのだ何千兆歩とか言うのだろう「木には目測もつかないその円形に白山がくっきりと空を切っている」 2月うちはまだ北陸だとの感じを受けていたが3月の声を聞くと急に近畿地方の気温が交流して木々の梢からハラハラと冬を降り落とし昨日の桃の節句の晴れた一日で春が来たとしみじみ思ったものだしたがって肖像画の不満は風景画で補える午前中は画家を母屋の東端に据えて白山に対すると 中継の山林は落葉樹と常緑樹とが粗密な対象をなし木々の肌は朝の逆光線に透き通る薄さに輝いてのこんの雪と厚みのあるセピアが全て単調な色彩のまま先変万化するこの中をかすかに室田組製材所の機械の子が奇妙な愛情を漂わしてくる謎なかなかに情緒ある風光だ 近景の庭は相当に手の込んだ造園術が施してあるのに低い中敷きりの柵から奥はあまり人が立ち入らないと見えて一種肺炎の趣さえあって僕はこの円・中・近景の温度のニュアンスに野心的表現を試みたいのだがさて武将者が手紙を書き出すとつい前説が長くなってしまったが実は昨夜の酔いで遅くまで主人公と話し込み 奇怪な因縁話を聞かされていささか恐ろしい一夜を明かした結果核は専門家にお伺いを立てる次第ながら君にもちょっと興味があるだろう油絵描きの居候も置こうというのだから田舎でも馬鹿にならぬインタリ家系で先々代など明治二十何年という昔に遠く東京まで留学して蔵前の高校当時はまだ職工学校と称していたかしら 1> を1番で卒業したとのご自慢だし若い当主はこれは間違いなしの経代林家卒業同夫人も金沢の助皇師でとまあまあいくらか話もわかるものだから僕はついガロンメイタ愚痴を漏らしてしまったモナリザの像をご存知でしょうあの像のあの謎の微笑と言われるものもその人の精神生活の集積が結果しているのでダビンチの霊質が これを永遠のマドンナとししてて使用しているんですだからあの名画の秘密の一つは画面に圧縮された時間の感銘が人を打つのでしょうところが写真となるとこの無心な機械はただの何分の1秒かの痕跡を金粒子の粗密で表したりすぎませんもの根拠になる動性が得られないのでそこから人の生活を感じようとすればするほど 一度でもその人を垣い見みたい焦燥を覚えるだけに弱るんですな。人の顔は例外なく、見つめていると不思議な怖さを帯びてくる。これが造形の神秘です。ことに、ご依頼の写真の硬い表情の奥には、何かただならぬ冷たい感触が、そうですね。やはり女だけが持つ謎の美笑が隠されているようで。 それを解くまでは容易に筆が下ろせません。これで相当苦労はしているのですが。するとどうだろう。主人公は思いの他の動揺を示して僕を驚かした。あの母の顔が、そんな神秘めいた謎を持っていましょうかあなたにはそう見えるんですかそれは本当ですか本当にも嘘にも、 僕ら絵描きは物の表情を探る本能を持ってましてね。例えば白山にしても春の光を受けた時などただの白い山と言い切れないものを近くの山の複雑な色よりもっと微妙なものを見せますから。ああ、さすがに芸術家は敏感ですな。母はよく一人で白山を眺めていたそうです。それにお話ししてしまいましょう。 母は33の厄年に奇妙な死に方をしたのです庭の奥の井戸で主人公の話はこうだ彼が小学卒業の年関東大震災のあった年というから今から25年前の3月13日の未明のこと母親を探していた家の者が、が母屋の東外れの雨戸が少し開いているのを怪しんでみると 三寸ほど積もった雪の上に素足の跡がついている。それを伝っていくと、庭の井戸で止まっているではないか。さあ大変。大騒ぎして引き上げてみれば、白無くの衣装で頭部を粉砕し、すでに息は絶えていた。雪の上には確かに片道の足跡だけだったし、現場は少しも乱れていず、覚悟の衣服から見ても、 井戸に投身して石に頭を打ちつけたことは分かったが誰にも自殺の動機が思い当たらないし肝心の遺書が発見されなかったそれにもう一つ途中を照らしていった提灯は井戸べりに置かれてあるのに中にろうそくが入っていなかったいや歌人が一斉に戦慄したのは主人の言葉を借りて言えば ただもう恐ろしい因縁にあるのだ。というのが、その人の母親、今の主人から祖母にあたるおかささんが、全く同じ状態で自殺している。雪こそ降っていなかったが、3月13日の未明に発見され、同じ白むくの衣装で頭部粉砕。原因不明で遺書もない。 おまけにろうそくのないちょうちんが残されていた」と室田氏は炉の火に照らされた顔に深いクマを見せながら語った僕も自分の影さえ気味悪く主人の沈黙に対していた君のことを話すとぜひご意見を伺ってくれというこれは犯罪ではないが自殺の方の研究にも詳しい体型のことだから 外国あたりのいろいろな実例からも交渉した科学的説明を聞かせてくれるだろう二十何年かを隔てて起こった親子二代の全くき掃除型はかなり珍しいと思うしあえて犯罪都市の花形を煩わす次第だ早々そうそう青柳風と、鑑識課理科学室尾形三郎師士殿 第審3月7日「廃復」「画伯悠々の自適ぶりは戦亡の限りです」「気候平素の放浪症に似合わず少々腰の据え方が入念すぎはしませんか?」「ただの信玄稼ぎとは思われませんね」 室立には新種の酔いに劣らぬ魅力菩薩の損する者あるにあらざるや。さて、鬼神すこぶる陳丁でした。ロマン的香りもない暴力沙汰ばかり扱っている檻から、地方にかかるキーの秘められていたのには一興を喫しました。自殺の掃除型には、ウィーンで親子三代まで庭園の同じ木の枝で石した例などありますが、 この場合には原因は明瞭で3人とも失恋自殺をしたのですから極端な地上家系だったわけです確かモーパスさんがこれを種に小説を書いていると思う犯罪学でも相似型は特に重大視しているのは犯罪者には個性や修正から得意な手法があってそれに成功すればするほど同一手段を繰り返すものですここに 犯罪手口法の捜査技術も出てくるのですが「岡カサイド物語」を一読した感銘は必然と言い切りたいところながらあまりにも材料不足ではありませんか気候らしくもない XY を含む方程式はただの一式を与えられたのでは答えは出ませんよ偶然としては計算しきれないからこそ因縁説も生まれるのでしょう 一層必然と考えて2つの死を結びつける1つの意志を発見するよう努力してはどうでしょう左の項目に返事してください12件とも未明に発見とあるがなぜそのように早起きする必要があったのか23月13日は有名な奈良の二月堂のお水取りの日だが若さのお乳明神が 二月堂の井戸に水を送るという伝説のその若さの国に近い土地柄これに類似の行事でもありはしないか三学士の主人までが因縁だと口走るその原因は室田家にかかる何か不吉な言い伝えあるいは先祖の所業に異常なものでもあったのか精神病的遺伝は四祖父父 入り向こと察するがの性格結婚当時の事情妻を亡くした後の態度婦人関係は5おサイいの位置ならびに周囲の状況は水面までの距離は6井戸に関してその地方に伝わる邪教迷信の類いはないか7 ろうそくは白く軽く目に立ちやすいと思うが、井戸の中に浮いていた話は残っていないか。右の報告を受けてから診断しようではありませんか。早見に聞かせたら、例のごとく色々と迷論を吐いていた。かの君、時勢に乗って小説の注文を多くネタに困っているようです。なるべく詳しく書いてください。 人物描写なぞ精細のあるところで。ことによると、犯罪史の一ページを飾るところまで発展するかもしれませんよ。尾形三郎。青柳風土三人、建北。第三審、三月十日。前略。 医者は人を見ると病人にするし、裁判科学者は事件と聞くとみんな犯罪にしてしまう。全便は、うせえ、いささか階段に怯え、不備を叱られて恐縮千万だ。その後、室た氏と話し合って研究の結果、合理的解決に到達したが、それは後にして、まずご質問に答えよう。ご明察通り、当地にも、お水取りと称する行事がある。 それを案内してもらってから帰ろうと、つい長刀流になってしまった。室田氏の霊媒が魅力菩薩のせいかもしれない。ただし、目下僕の心境は芸術三昧だから、それ以上の心配はご無用。お水取りといっても、東大寺のとは趣が違う。この家から東北、白山の方向にあたる裏山に、観漑用の貯水池があって、 雪解けで溜まりすぎた水を放出する儀式を昔からお水取りと名付けているのだ12日の夜から近隣五箇村の青年たちが手に手に松明を振って丘へ登る光景は火の蛇がうねるようだとか夜0時半を合図に村々の選手が池の一周競争をする勝った村の代表が水霊神社に聖火を捧げ ちょうど2時に席を切って、地藩の大松明に点火する。炎が水面に輝いてすこぶる壮観を極めるそうで、これを見物しながら一杯やろうという趣向だ。ところで、この例祭には、土地の有力者はいずれも清掃して神社に参集するのだから、体系が大分と気にしているらしい仙台も先々台ももちろん出席していて、図らずも五家村の人々の面前で、 開始事件のアリバイが成り立っているとは次に因縁説の出どころとなるがさっさ成政の重臣室田勝左衛門常行を祖先とするこの家の来歴は今の主人もあまり詳しくは知らないそうでというのが今から5代前に一家を挙げてこの地に移り玉行と命して醸造を始めたのだからそれ以前のことはあまり伝わらずまた格別のこともなかったのだろう それから三代目が祖父の室田陽介だ。これがキーな人物で僕はすこぶる興味に惹かれて根掘、ね、り葉掘り聞き出した。早見のためにも一代記を書いておこう。少年時代の陽介は秀才だった。そこで当時の田舎としては大英団で東京に留学させ卒業を楽しみに自慢で国へ呼び戻そうとすると すっかり灰からに被れた彼は勝手に放食してしまうし、その上東京で結婚したいから承諾せよと言ってよこす。この門着の裏にはお決まりの恋愛事件があったわけだ。彼の下宿の近くに貧乏士族が住んでいて、その娘の岡笠さんが評判の美少女だった。彼氏初めはそんな噂に浮かれている連中を馬鹿にしていたろうが、 ある日下宿の窓から一目見て参ったらしいそれも娘が縁側で爪を切っているところを見初めたと伝えられているのも当時の路盤市長を表しているではないか陽介はしっかり者だから宿の連中が歌を作ったり投げ踏みをして騒いでいる間に猛勉強して首席で卒業するとすぐ館長に勤めた官員さんでなくてはならぬと考えたのも時代そうだね 青金一年、娘の家の出筋に当たる。これまた官員さんに取り入って、これを仲人に結婚を申し込んだ。洋介も士族、しかも地方ながら豪華の相続人、善と有望な官員で、その上故郷の習慣と称して莫大な誘納金まで積もうという。この好条件で、まず親の心を動かして承諾を得るや、急に国元に馳せ返り、 覚えた自由民権の論を吐いて煙に巻きながら、我が輩もこの恋愛競争に負けるようなら、生きて再びお目にかからぬ、といった調子で、そこは一人ご可愛さの親を解き伏せ、結納金もせしめ、あっぱれ諸子を貫徹した。時に、おかささんは17歳だった。洋介は従順な愛妻を目の前に眺めて、大いに満足した。 その証拠には家業を継ぐ約束を守らず依然として東京に愛の巣を営んで動かないこれでは話が違うと怒った親父は途端に卒中で死ぬこうなっては仕方なく帰国して財産を相続するとこの灰から人物の性格が一変してしまった共産主義にかぶれて散々親を手こずらした若旦那が 店を継ぐと急に資本主義になるというよくある例だが新教育を受けた陽介がこれはまたなんと隠語一徹な金貸し機質を発揮して一旦少々取った相手の山林はあらゆる手段を講じて巻き上げては大室田を築き上げたとこれが因縁説の起こるところ僕は東京生まれが地方回りをした経験からかなり同情ある見方をしている 彼が帰郷してみると、ここもあそこも改良しなければならないところばかり。それを言い出せば、飲酒にとらわれた土地物はことごとに陰に隠れて反対する。貯水池の席も、灌漑に便利な北西に移そうと資材まで投じてやるのに、神罰が当たると聞き入れない。何度もだらだらした寄り合いで酒を飲まれた上、 結局は西南の口を儀式用に残すということで折り合ったが、そのため利用できる水田一丁が無駄になった。新知識を持って認じる彼の合理的計画も相手の癒やしい根性から善意に取ってもらえないばかりか、妻を東京風に扱うことまで裏に回って何やら避難めいた様子で覗き込む。これは誰でも腹が立つ。もともと負け嫌いの彼のことだから、 このうるさい田舎者どもが目障りで次第に憎くやがて手ごわく戦ってやろうと思い始めたのも無理からぬわけだろう彼の理論的求心思想と地元の飲酒的保守思想の感情的対立が突然新種の仕込み気になって原料水の不買同盟となって具体化したこの底意地の悪い鈍感な無言の挑戦に彼は完全と立ち 逆に新米の不買を公言し、同時に彼の山林へ立ち入りを禁じて、従来習慣になっていた静江を取れなくしてしまった。ついで、遠くからシャンシャンと何十だかの米俵が賑やかに室田邸の前に下ろされるのを眺めた同盟側は、手持ち米にはうんちんがつくし、冬の巻き剤にも困るとなって同様の色が見える。ここを陽介はかっこ撃破に出て、 裏の約束なら金では買うまい物と交換なら不都合はないはずと説いて2人3人と違反者が現れてはもう総崩れとなって彼の大勝利に期した勝ったばかりでなく彼の研究で時期の遅れた新種の冬仕込みが成功してこれが洗礼になるほどの評判まで取ったのだから相当の人物ではないかここで彼は図に乗って 同盟に内容した小作人から土地を取り上げようとして失敗している彼らは庭先に土下座して幾日でも動かないし生活が成り立たないような条件を出しても一人として土地を去ろうとするものがない洋介もこれではっきりと農民の土地に対する執着を教え込まれて田畑を抵当には金は貸さず山林専門の方針が決まったとみていい まさかこの台に古作問題がうるさくなるとかこの微罪で製材所が本業以上の成績を上げるといったほどの先見ではあるまいこの頃から洋介にも土の執念が取り付きだしてついで起こった小泉の自殺がそれを決定的にしてしまったこれも戦っているうちに自然と農民の気風に感化されたと見るよりは むしろ土地での威厳が確立するにつれて本性が現れさらに心の孤独が一層かくなにしたと考える方が正しかろう本来彼は文化人になりきれない郷土性が強すぎたのだねおかさんを手に入れるやり方にしても僕らならやはり歌でも書いて本人の気を引こうとしている間に闇への豪傑にしてやられてまた歌でも読むだろうよ 家代々が昆虚に生き抜いてきた北陸人は風土の泥色が染みついて負けじ魂は画集となり所有の意欲は辺境に発達していくのだ実例を示せば洋介が赤松山を手に入れた時なども依然として立ち入り禁止を命じたまま季節になって家の者がキノコ狩りに行こうとするのさえ許さないであたら立ち腐れにしてしまったという。 ここまで来ると、もう利害を離れた性癖だし、変質と称してもいいだろう。これがおかささんの部屋に、変外となって現れている。今は大阪で理災したおしげさんが入っているので、肖像画の参考にもと、古い写真や着物を見せてもらいに行って驚いた。敷き詰めた絨毯の上に、朱塗りのタンス、兄弟。 書院窓の前に蒔絵の机砂子チラシの襖の引き手には房が下がっていて投げしの釘隠しが七宝細工そこに節電でまた取り出した大付きの石油ランプを置いて洋服のおしげさんが座っていたのだから何とも異様な和洋折衷だったそれに見せられた写真の陽介が5つボタンの背広に山高棒を持って椅子にかけたおかささんは 瓶の詰まった丸曲げに妙に胸元を腫らした着付けなのだ僕はすぐ当人およしを連想したしかもおかささんの衣装だったという西陣の帯やちりめんの総絞りを広げられては絢爛まさに恐れいって引き上げたさてこうまで大切にしていたおかささんが一人娘を残して28歳の若さで自殺したとなると 今まで泣かされていた連中は待ってましたとばかり強欲のたたりだとささやいたのも当然僕もたたりだと思うがその説明は後にする妻に死なれていよいよ土の執念の権下となった陽介にも一人娘は可愛くて五歳も取らず学校へも出さず箱入り娘で育て上げ年頃になって縁談が来ると剣もほろろに追い返していたのだが 娘二十歳の誕生祝いの日に、子飼いから仕込んだ作造と重兵衛の二青年を呼び寄せ。お前たち二人、別々に酒を醸してみろ。うまくできた方に娘をやろう。と宣言した。さあ、こうなると、お互いに意地でも負けられず、世の目を寝ずに競って、 作造なぞ深夜密かに岡サイドで水ごりまでして祈ったが結果は茂兵衛の勝ちだった全く茂兵衛は酒造りの名人でこの腕前を脇に取られまいと婿にしたのだろうと噂が立ったのも最もっとも婚礼の日に一度上座に座らせてもらったきりあとは麹臭い作業場か硬い帳場に追いやられて夜だけ母屋に許されても寝室は別で 新妻の機嫌がよほど良くなければ近づくことさえできなかった。そんな生活が7年も続いた。7年で終わったのは、洋介が父と同じ脳一血で倒れたからだが、茂兵衛はその態度を急に改めようとはせず、室田の財産は預かり物、妻はやはり周筋の娘と思い込んでいたらしい。 こんな夫婦関係でも従来になく子宝に恵まれてすぐ生まれたのが今の当主。次男と末のおしげさんの旦那さんとは学校時代からの親友で一緒に兵隊に取られて同じく満州から行方不明という気の毒な身の上だ。で、しげべは口数の少ない腰の低い人だったから休憩も良かったし、 何不足ない細君んが厄年に理由のない自殺を遂げたのでは陽介の強欲が子にまでたたったとみられたのも是非ない次第だろうその後の茂兵衛はどうやら王朝に女があったらしいが家の中はきれいに子供にも大学教育を授け3年前敗戦も知らずに亡くなった以上が物語の体力だがかなり詳しく調べたろう いずれ帰郷までにはもっと資料を集めておいて純コーヒーを飲みながら速水と3人で大いに論じようやまず僕の解釈を発表しておく僕はふと催眠術のことを思い出したジプシーが運勢判断や投資をする時クリスタルゲージングやファイヤーゲージングをして自己催眠に入るというね このファイヤーゲージングが事件の謎を解く鍵だと気づいたのだ。奇癖ある洋介の必要な愛撫を受けていた岡笠さんの心境を思ってみるに、東京を離れたこんな田舎で暮らすのはあの部屋のように華やかなものではなかったろう。二を着て座敷牢に入れられているのと変わりはない。いつとなく窮屈症になってヒステリーが内省していたと見てもいい。 偏外同行したたたりだね。夫も留守だし、気候も春めいてきたお水取りの夜を、一人窓から大た松の燃え上がるのを見つめているうち、ヒステリー性自己催眠に陥って、丘の上の騒ぎまで、どこかあの世で母の呼ぶ声に聞こえる。はい、今すぐ参ります。と、お迎えを待たしてあるくらいの木で、晴れの白むくに着替えると、火に向かって走り出す。 ちょうどその方角に井戸があるのだから行き当たってつい覗くそこに自分の影が映ったのを母と思ってはいはいと言いながら飛び込んで石で頭を打ってしまう十分にあり得るだろう僕も井戸を覗いてみたが妙に周囲の音が陰にこもって反響してくる暗示にかかっていたらお迎えの呼び声に聞こえるはずだ 第二回目の条件も同じではないか。夫の気質こそ違っても、大事にされすぎては気詰まりのもと。母の遺伝もあったろうし、洋介が死んでからは久しく閉ざしていた母の部屋に入っていたことも全く同じ状態なのだから、同じ結果になる方が当たり前だろう。それに、ろうそくのない提灯んなぞと階段めいた脅しは、次期に類する話だった。 火をつけたまま置き忘れられた提灯なら燃え切ってしまうのが断りの当然。もろん井戸に浮いていた話など残ってはいない。この地方の井戸の作りはちょっと違うからご注文ついでに記すと玉石で粗く組み上げて井桁は三方だけ石で囲み一方の組み口は地面と平らに敷石を置いたままだから組み上げやすくもあるが飛び込みいいことも確かだ。お笠井戸は 陽介が酒造用の漁水を得ようと庭中掘り回った一つを飾り井戸に残したものだけに見事な御影石造りで覗けば水面まで一軒足らずきれいに澄んだ水は飛ぶ鳥の影も映すだろう周囲は干木がかなり厚みに植えられているし通路さえ S 状にうねってこれではいくら眺めても石を投げたり木を伝ってきたろうなんて想像は許されない 全くの話が女のヒステリーには驚かされたよ。話が分かって主人と顔を見合わせて笑い出したが、でも階段が消滅すると少し策覚とするな。伝説の美はそのままがいい。やたらに近代的解説を下すのは考え物だ。それに、犯罪史の一ページを飾り損ねたことも体型のために惜しまれてならない。 青柳風土緒方三郎経験安価第4審3月12日「うなお水取りに行くな」「二時、おかさい見張れ」「編末」「緒方」 第五深、三月十三日。遅かった。手遅れだった。発信時刻から見て当然夕刻に着くべき電報が、零細気分の大応から十三日の五時に配達されてしまったのだ。何も知らぬ僕らは、予定通りお水鳥を見物して、帰路の寒さに酔いも冷め果て、 またロバタで一杯始めたのが四時だった室田夫人のサービスで話の花が咲いている最中に君からの電報が配達された一読してハッとした僕は主人に渡した彼も急に部屋中を見回してから不安そうにおしげはまだかね起こしておいでその一二分の長かったことを 女中は駆け戻って、部屋は空だし、雨戸が少し空いているとおろおろしている。僕は体中の血が凍りついたくせに反射的に立ち上がった。くどはかくまい。第三の犠牲者はおしげさんだった。白無垢の衣装、砕かれた後頭部、型通りだ。ただ一つ、 僕は素早く井戸りを眺めたがちょうちんはなかったその代わり敷石の上に点々とローの垂れた跡それから引き上げられたおしげさんの右手にもローがついていた部屋を調べても遺書はなく机の上に網掛けの靴下が置かれたままこれは自殺ではないヒステリーの発作でもないおしげさんは反問こそしていたが そんな薄弱な精神の持ち主ではなかった。正直に言うと、僕は肖像画を仕上げるのに、ただ一人血縁のおしげさんをモデルにしていたのだし、今日は大町まで本を買いに行く約束さえあったのだから。僕は自説を撤回する。これは明らかに暴殺だ。君にいかなる奇神の業があって、この殺人事件を予測し得たのか。 僕一人騒いで室田家に迷惑をかけるわけにもいかず悩んでいるでも何としても犯人の首根っこを取りひしいでやらねばこの胸が収まらないのだ頼む教えてくれ犯人は誰だ50年にわたって三度通り魔のような呪いを放った怪物の正体は頼む第六審 3月16日祝敬慎んで個人に哀悼の意を捧げます奇敬の胸中を察するにつけ右姓の不明がお恥ずかしく言い訳めきますが万一にもと予感がして見張りという字を使いましたけれど実際にはただ井戸を観察してもらうつもりだったのです。 僕は鬼神の号なぞありようはなし、あったら警察電話を活用してことを未然に防いでいたものを、残念でした。しかし、事件もこう発展しては輪郭も明らかになったようです。考察してみましょう。第一の疑問は致命傷です。一件未満の高さからでは、どんな落ち方をしても頭を粉砕はしないし、 周囲も枝の細い陥木では木に登って飛ぶことも不可能でしょうだから自殺と考えるのは初めから無理ですもちろん過失ではない従って殺人事件となるのですしかし凶器を投げることも木を伝うこともできないとの説に従えば足跡も残さず3人の被害者に近づいて 頭部に正確な強打を与えるどんな方法が可能でしょう第二の疑問は、ろうそくの行方です。些細なことのようで一番気にかかる。燃え切ったと言うけれど、それなら垂れたろうの形などでわかりそうなものを、提灯になれた昔の人がことさら怪しい言い伝えをするはずはないと思う。この十三日は月夜だから、 その地が曇りでなかったらおしげさんは提灯は不要だったろうし前の2人の場合にも必要だったのはろうそくで提灯はこれを運搬したに過ぎないでしょう手に持ったまま落ちたと思えるのに井戸の中に浮いていないとはろうそくはどこに行ってしまったのか誰かが取って隠したとは思えないからそれは流れ出たのでしょう 井戸に流れ口があるのも不思議だがそれだけの水が湧き出してくるとは奇妙な井戸ではないか僕らはここに「13日のお水取り」という条件を持っている西南の堰とさして遠くない岡か井戸が地下で連絡していたら水の補給は必然的にありえるがさらにもしこの水路が鉄管で作られていて落差に相当する水圧が加わったとしたら この強い力はどんな仕事でもできるだろう50年に3度通り魔のような犯人この犯人という観念にとらわれて困難を感じるよりいっそ岡カサイド自身が一個の殺人機械と考えてみてはどうか意外な推理だと思いますか種を沸かせば学校に行って調査した結果 室田洋介は機械科卒業で水圧器の自動装置という論文を書いています実証してみてください専門家の援助までは必要ないと思うが注意して分解し図面もとってほしい室田家のためにもことは極秘に処すべきですさて以上はさして難しい推理ではなかったけれど 次に残る一連の疑問をどう扱ったらいいか。A。なぜ3月13日午前2時を選んだか。B。なぜ岡祭路に行ったのか。C。なぜ白むくを着る必要があったか。D。ろうそくは何の目的に使われたか。 右の項目を満足させるためには色々いろいろな仮説を設けて敵比を考えてみるのが普通の方法でしょう。だが僕はその前に考えてみたい。何が彼女たちをかかる行動に導いたか。50年の歳月を隔てては人が直接に誘惑はできない。しかし一つの意志が支配している感銘は去らない。とすれば、 その思想を伝達したものはここに僕らは被害者が三人とも同じ部屋にいたという条件を持っている入念に捜索してください造作調度品について人の気のつかない隠し場所そうしたところに秘められた文書がなければならないと信じているこれで僕の推理も終わりにしましょう あとは勘のいい危機械に任せます。どうやら犯罪史の一ページが飾れますね。白明の人のためには、昨日晴れるまで泣いて、さらりとした元気で早く帰京してください。早見と一緒に MJB を温めて待っていますよ。警部、小形三郎、青柳封人が警、剣北、 第七審3月22日配福体系の手紙は驚くべき予言書だった室田氏と熟議の上まず実験してみる西和と19日の初七日の仏寺も早々に二人は庭の奥に忍び込み岡か井戸の両側に立ったのが午後2時10分前 西南の席は儀式的に一時放水するだけで普段は目立たない場所なのお幸いと心聞いた下男に言いつけて合わした時計が小2時を指した時肛門を開けと命令しておいた僕らは井戸の中にろうそくを浮かべておく用心深さで事に当たったけれど真昼間なのに2時と合図されると後頭部がムズムズした1分2分 変化なし。三分。四分。変化なし。五分。十秒。俄然。突如として三影石の敷石はがっくりと内側に倒れ、次の瞬間、水際の玉石の一つが巨人の拳のごとく水面に突き出してきた。 水際の玉石の一つが巨人の拳のごとく水面に突き出してきたハッと息をのむ間に玉石も敷石も今度は爬虫類の滑らかさでスーっと元の位置に戻ってカチッと金属製の音が一つ全ては3秒ほどの出来事であとは依然たる静寂だったまた一つ変化が起こった 水面に波紋を起こして水位が上がると、ろうそくが回り出し、玉石の隙間に座れるように流れ込んでいった。室田氏は青白い顔を上げて、でも静かに、これ以上の証拠はありませんね。と、僕は気の毒で見ていられなかった。その夜は、 おしげさんの部屋に怪文書を探して失敗したおかささんの遺書と見当をつけているが見たこともないものを探すのは難しいこんなことには素人の2人はとかく必要のないものに気を取られて時間を空気するのだった押し入れの古本の中から発見した千代紙表紙の冊子などもちんぽんで博識の君でも知るまい 新基調の森用外若かりし日の申請者同人が翻訳した英読の序章詩集。題して、面影という。年号から見ておかささんのものだし、これを大切にしていた人を思うと、僕のイメージは一段と精細あるものになるのだが、20日は重労働で井戸を解体した。名義士の盗撮通り、 色は精密堅牢な殺人機械だった長いテコの上端の石板が敷石を支えていて下が水圧ピストンに連結しさらに頭を玉石をつけた鉄棒がゼンマイでつないである1落差5 0メートルの水圧が丈夫な鉄管を通してピストンに働くとテコは留め金が外れて急激に前に押しやられ上の石板は後退して 敷石は内側に休憩する。人間落下。二、テコが前方に押されるとき、前イは強力に引き伸ばされ、次の瞬間にこの留め金が外れ、玉石付き鉄棒を水面に突き出す。頭部粉砕。三、玉石の突き出しでテコとピストンの連結は外れ、テコは元の位置に戻るから、敷石は水平に服し、 玉石付き鉄棒も引っ込む。4ピストンは圧縮切られると排水口を開き注入される水を井戸に放出する。水位上昇。5平常水位の少し上の玉石の隙に流れ口が用意されてあって余分な水は近くの谷川に流す。ろうそく流出。6 席が閉められて注水が終わればピストンは元に戻って再び手こと連結し全て最初の状態となる以上なかなか偉そうに書いたが主に室田氏の説明の受け売りで彼氏相当な機械知識を持っている僕の方は理屈で分かっていてもあんな細い管でそんな力が出るのは納得いかんといった感じ 21日は関口を探索して、岩の間に巧妙なゴミ除け装置を用意した注水口を発見した。室田氏の態度は熱心だ。それは僕にもわかる。洋介に対する非難とは別に、彼の設計が明るみに出されるにつれて、何か力強い意志が迫ってくる緊張を覚えるのだ。午前中、また文書探しに費やして虚しく引き上げた。 一体そんな書き置きはあるのだろうか推理上なくてはならないにしろあるいはおしげさんが焼き捨てたかもしれない死人に口なしとは全くもどかしい感情の表現だねこの謎は亡霊でも出てきて教えてくれなければ解けそうもない僕は明朝この家を建つあとは室田氏にゆっくり探してもらうよりないでともかく 殺人二度に関する報告だけはしておく。帰境は10日ほど遅れるだろう。奈良に回って、寺々に古き仏たちをがみたいと思うから。では、青柳封と、尾形三郎県警、どうか。追伸、怪文書を発見した。だが、 まあ落ち着いて順序よく書こう僕はこの家とお別れするのかと思うと妙に目がさえて眠れなくなったで思い立ってまたおしげさんの部屋に行ってみた少し感傷的になっていた僕は入っただけで3代の女性の規則を感じ柱の隅々にまで昔の瓶漬け油の帳子がによって仕方なくつい兄弟の前に座ってしまった 浅ましいが旅ガラスが女の匂いに引かされたんだそれでも探す気はあったのだから引き出しを抜いてかき回しながら最後の引き出しを差し込もうとして発見した引き出しの裏の狭い隙間に紙袋が貼り付けてあってその中に二つ折りの半紙を5枚閉じたすすけ切った古文書えらく古めかしいものなのだ 表紙の文字を判読すれば「白山姫神社御子宮殿所」とあって一枚めくればくねった筆跡で次のように始まる「おと様まのお怒りに触れてお手打ち賜りますところ」「お神奥さ様格別の命乞いにて初の命長らえますことお情けお慈悲拝立て祭り」 明日は親方放たれますと聞き、一目をはばかり、初がお礼の心一つに、この文印参らせそろ。お行方知れぬと若殿様玉寄せに、良き日を選びてとの願いもお許しなく、つい心乱れて、四枚狐の玉など呼び出し、初一代のしくじり悔しく、今一度との願いもお許しの景色なく、 白山神の玉寄せなどと語り物よとお叱り情けなくそろこの恥初一人忍びても神のごとく汚しまいらせて生きてかいなく御子の約束ごとなさらぬ人に漏らすは命縮めると知りつつお御御御様親しくお試し願い印あるものかなきものかご特心下されたく 『甘さず口伝書き参らせそろ。本文があまりにくどくどしいいずれ東京に持参して閲覧を願うから以下の秘宝を省録すれば美子の約束事を済ましていない婦人には心の内に深く会いたい見たい恋しいと日頃思い詰めた人の魂だけが呼び寄せられる心の内に深く見たい 恋しいと日頃思い詰めた人の魂だけが呼び寄せられる。それも年に一度、お水取りの3月13日の牛の時、午前2時に限られている。7日前から精進決済して、魂は色を嫌うから必ず白衣にさらえ。 いかに寒くとも素足となって自分の部屋から城山の方角に向かって最初に出会った鏡のように澄んだ水辺に正座するここで一心に城山神に祈念して呪文「ナムシホラ」「サホラキヤルニオリボリモコ」「フドヤチキリノラノラソモコ」「シラスクリヨキリオン」を繰り返しながらろうそくをともし これを右手に捧げて自分の顔を水に移すやがて時光路や己の影に一筋の発揮が立つと見る間にたちまち思う人の姿と変わること疑いなしこの時その顔と語ること目の前の人に物問うと少しも変わらずしかも呼び寄せられた魂には嘘が許されないからこれより確かなことはないただ この秘宝を漏らせば直ちに災いが下ること夢夢おろそかにしないようこれが巫女の口伝書だしんと静まり返った警棒で読んでいた時の気持ちといったら僕まで呪文にかかったようで心底から怖かった何が怖いと言ってこの口伝に導かれて死の井戸に走った女の執念を思うと まだその辺に漂っていそうな気がして身動きもできずやっとあげた自分の顔が鏡に映った時はゾッとした僕は逃げ帰ってヤグを頭からかぶったんだが県警よ僕はこれを書きながらまだ錯乱しているのだろうかこの古文書が君の求めていたものだということに疑いの余地はないし謎も一応は解けた形ながら 僕には釈然としないあのオカサイドの的確な殺人機構に比べてこの口伝書の誘惑力はあまりにも頼りなくはないか事実3人の女性は井戸に走った女だったからだしかし男にはか弱い女性がこんな恐怖を乗り越えてまで確実に自発的に出かけていくと信じることができるだろうか まして男性的な機械技師陽介がこんな女性的心理を基本に計算するだろうか。こんな女性的心理を基本に計算するだろうか。何かの理由で陽介がおかささんを殺そうとしたのなら、こんな古文書を利用してあんな複雑な井戸を作るよりはもっともっと簡単な方法はいくらもあったと思うのだが、僕には割り切れない。 第一、第二の謎が解けてかえってもやもやした第三の謎のベールがかかってしまった感じだここには何かの錯誤があったのではなかろうか県警の指示を待つ通信は奈良博物館前の日吉館に願う第八審三月二十五日 「所持巡礼の数日で君もより良い解釈に到達したと思うし僕の判断にしたところで単なる仮説に過ぎない」「ただ確実に言えることはお水取りの儀式は旧暦時代には2月に行われ3月13日となったのは改暦後です」「このことは古伝書の殿様が配当に手をかけうんぬんの文句と矛盾する」 よって文書は明治6年以後に偽造されたものでありおそらくは陽介の手になったと認めていいでしょうとすれば宮伝書と岡西井戸との関係は陽介の意思によって密接に結びつけられていると考えなければならないそこを君の心理的矛盾の指摘を尊重しながら説明する具体的証拠は何もなく これまた心理的解説でよりないのは残念です。この仮説を早見が面白がって物語風に書いてやるという。どんなお手並みか拝見しましょう。尾形このご時世に失恋の仏参りとは贅沢千番な。許しがたきところ、珍奇なネタ提供の功により放免するから至急に寄稿せよ。 ではこちらも傑作小編小説を提供する,ジャーなる精神昔男がいた都で見初めた女を連れて故郷に帰り美しく飾り立てた部屋に米を置いて夜ごとに調愛していたある日男は浮かぬ顔をしている女の机の上に 千代神表紙の面影と題する本を見た。この本はどうしたねええ、昔いただいたものですわ。誰にさあ、誰からでしたか。忘れましたわ。この時から男の心に暗い影が差し始めた。 彼の留学時代の下宿にいた詩人と自称する青白い男の机の上でこれとそっくりの千代紙張りの本を見た記憶がよみがえったからである男は単純質のゴーな性格だったから顔色にこそ出さなかったが疑いは日増しに成長していかに愛情を誓わしてもその従順な肌をまさぐっても心を晴らすすべはなかった 従順な女の本心は交際疑心が湧いては地獄まで流される試そうついに男は決心するとその方法を考えた機械学を収めた合理癖は女の心を実験しようと思い立ちちょうど3月13日にお水取りがあるのにヒントを得て放流される水圧を利用した殺人移動を設計し 長い労力の後に完成した。ついで、その時刻に井戸を覗くと恋しい男に会えるという怪しげな迷信の古文書を偽造した。虫干しの季節が来ると女を呼んで。つづらの中の保護を整理したいから、押しながらゆっくりいるものといらないものに分けておくれ。女は素直にはいと答えた。 三日後に男は二つに分けられた保護のどちらにも巫女苦伝書きがないのを確かめると女の部屋の方を見ながら宣告を下した女よお前が俺に心まで捧げているなら繁栄と幸福を約束しようだが反逆の心を抱くなら勝手に破滅の井戸へ進むがいい俺は親切にも か弱い女にはとても実行できないような恐怖をたくさん盛り込んでお前を守ってやったのだからねそれをしも犯していくなら自業自得というものだよかくて二つの危険な心理が3月13日を中心に回り出した最初の3月13日に祭礼から戻った男は出迎えた女に西人の帯を送った 2回目が無事だった時にちりめんの総しぼりを作らした3回目のお水取りから帰ってきた男は女がい頼いのを知るとバ端に座って一人酒を飲んでいたやがて家の者が騒ぎだし青くなって駆け込んだ下男が返済を告げるのを待って初めてゆっくり立ち上がったほたびに照らされた男の顔は 無表情だった。終わり早見速水の文章から毎分的習字を除いたらあるいは真相に近いかもしれませんそれにしても犯罪の類型から見て異例に属する心理的事件ですね仮に陽介が現在逮捕されたとして法律はこれをどう扱うか興味ある問題です 殺意が焦点として議論されるでしょう。ここで僕は思うのだが秀才陽介の計算に果たして異論はなかったのでしょうか実験は正しく行われたろうか女が誰も知らない秘密を自分の胸に抱いているとその秘密の魅力は絶えずゴムひものような弾力で心を占めやがて歪めてしまうのではなかろうか こんな恐ろしいこととてもできないわ、と思ううち、本当かしらの疑問が起こって、回答を求め始めると、してみようかしらは、してみたいに変わっていき、誘惑はいつか、しなければならないの脅迫観念に発展して、最初に不可能と思ったような恐怖さえたやすく乗り越え、冒険に対する自発的興味まで加わったら、 母に会ってみたいなぞのごく単純な動機からでも、か弱い女を殺人井戸に走らすでしょう。僕は女心の実験法として、これは陽介の大さんだと思う。そればかりか、彼一代の傑作であり、もう決していたずらをしない機会と安心して井戸を埋めなかったことも、呪いの書を極力探し出そうとせず、部屋を締め切って済ましておいたことも、 なんという心をおごった振る舞いではありませんか彼はせせら笑っていたのでしょうが突然の脳溢血に倒れたあともその邪悪な精神は井戸に隠れては年に一度の鉄の意志を振るいそこに潜んでは折あらば呪いの攻防を放とうとついに娘に立た,たり夫の安否を知りたい苦悩の果てに知性を超えて進んだ孫娘まで抹殺し 最後には凶悪な正体を白日のもとに暴露しようとは誤算です所詮女心を試そうなぞとは創造主に対する冒涜なのでしょう緒方三郎青柳風と陣形御遊